熊本から世界へ羽ばたけミラクルアスリート、未来を切り開く挑戦者たち、最瞬間制約書ミラクルアスリート。高校時代に数々の優秀な成績を残し、今年4月に熊本最瞬間制約書バドミントンチームに加入した明智陽菜選手。加入直後から数々の大会で優勝を果たし、世界ランクは半年で473位から95位と驚異のジャンプアップ。期待の新星です。他の選手よりも小柄な方なので、相手よりも多く粘って、そこから自分の得意なネットプレーに持っていくことが得意です。左利きっていうのもあって、内訳をすると分かりにくいって言われるんですけど、同じフォームからこういろんなショットを打ち分けるっていうのが得意です。明智選手は身長154センチと小柄ながらも、他の選手に負けない強さの秘密がもう一つあります。普通の選手だとここら辺には全部手が収まるんですけど、自分は少し長く持って、これぐらいすごい小柄な方なので、やっぱ少しでもこう相手のきつい球とかこう取れるように少し長く持ってやってます。リーチが長くなればシャトルを拾う範囲が広がるため、この持ち方でリーチの差を埋めているんです。磨き上げた明智選手オリジナルの技術です。始めた頃からもうこんな持ち方ずっとしてたんで、短く持てって言われると逆にできなくて1本打ったらもうすぐこう長くなったり結構します。バドミントン界の新星明智選手が目指すものは、2年後にナショナルの A 代表に入ることです。明智選手の夢を叶えるパワーワードとは、挑戦です。何事にも挑戦する気持ちを忘れずに。未来を切り開けミラクルアスリート。熊本初開催の熊本マスターズジャパン2023バドミントン選手権大会がいよいよ来月開幕します。最瞬間制約書からはご覧の選手が出場予定。大会期間は11月14日から19日の6日間。世界のトップ選手たちの白熱した試合をぜひ会場でご覧ください。